はいどうもゆきです。パワープロ2020実況プレイ、最強の二刀流投手目指して今回もやっていきましょう。試合です、初試合です。マジ提供試合大事だから。黒獅子重工がっちりセキュリティドリル電気、オッケーオッケーオッケー。条件は664、あーうーしかも脱三振あるやん。キッズ条件6、きついんですよね。一応スタミナとコントロールちょっと上げたので、2回ぐらいはまあ打たれなきゃ投げられると思うんですけど、活躍度6って多分1球でも打たれたらアウトな気がする。1球ぐらいはいいのかな、どうなんだろう。ここの計算まだできてないですよね。いけるかな、まあ頑張ろう。でスタコンとあと変化球2方向は身につけておいたので、でね、一応レッドを超えることを目指しているので、今回変化球の球種については僕自分で選択させていただきましたので、ご承知おきください。僕の好きなチェンジアップとカットボールをつけています。でシンキングファストも欲しいですね。方向だけはレッドと同じにしてます。でとりあえず1人ぐらい三振取りたいんだけど、ここ4番三振にできないかな。そんなに簡単じゃない、そんな簡単じゃない。いや、あっ、おっ、振った。クソ、今のいい感じだと思ったのに。でね、あのナイスピッチ自分でやるために、なんだ、2回押す操作ボタン、2回押しの操作方法ありますよってコメント欄で教えていただいて、でちょっと練習したんですけど、いかんせんあれ難しくて僕できなかったっす。なんでこの操作でいくっす。リズムゲー苦手なんですよ。ポップンとかね、DDR とかね、好きなんだけど苦手なんで。くれ、オッケー、ナイス、来た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 、とりあえず三振は取った。で、この回三者、抑えた。ここ、ここ3人抑えられたら多分評価6いく。3人、シャシャシャって、バック。おーおー、怖かった。ナイス、1人目。あと2人、あと2人、あと2人。しっかり抑えろ、しっかり抑えろ。ナイスピッチ、いいね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 。キャッチボール、キャッチボール、キャッチボール、キャッチボール。はい、キャッチボール。オッケー、オッケー、オッケー、取れ、取れ、取れ、勇気取れ、落とすな、オッケー、ナイス、あと一人、油断すんな、ここ、こいつ、ど真ん中投げんなよ、ナイスピッチ、ちょっと外すか、ここちょっと外しておいて、できれば振ってくれない、振ってくれない、からの、ここギリギリチェンジアップを、バッター、ちょっと高いよ、位置が、オッケー、9回もいけない、9回はいけない、さあ、これでどのくらい活躍できたかですよね。多分、活躍度4はいってると思うんですけど、6いってるかどうかなんですよ。打者6、だ、これ結構いい成績でしょ。アンドルちゃん、さすがに認めてこれ。勝ったでやんす、はい、勝ったでやんすけど、この先、この後の評価が気になる。やった、いい結果を出せたぞ。いい結果は出せたと思う。さあ、スポンサーが3社来るか1社だけか。お前にもドリル電気、来た、ガッチリセキュリティ、黒獅子重工からの提供品を割り当てよう、ナイス。で、提供品の効果がこんな感じで、レベル上がったりとか、まあ経験点追加されたりとかあるんで、なるべく結果残した方がいいんですよ。オッケー、ナイス。でもあれだな、仲間評価が上がるやつ来なかったのだけは残念ですけど。お、追加報酬ゲット、なにこれ、銀の新流石って何これ。え、追加報酬って何、これ知らないんだけど。え、ちょっと待って、何、え、新流石どこにあるのこれ。え、アイテムとかなくない、装備、え、どれ、あ、これか、持ってるといいことがあるらしい。本当かお前、お前本当か、嬉しい嬉しい。じゃあカリーナスリムスカヤさんとデートして、じゃあ公園ですね。公園前来たっけ、あ、大丈夫だった、オッケーオッケーオッケー。カリーナの応援レベルも上がってきた。お前と同じだった、しくった、完全にしくった。あとでやんす。神皿の予備はこれでやんすね。見つかったのか、よかった。とりあえずそれでなんとかなるかな。てか、ね、被るとどんだけ下がるの ?5 か、結構下がったな。やだな。しくったー。しくったー。お金かかんないんだもん、公園。交流会にお越しの方は、こちらにお名前のご記入をお願いします。あ、始まっちゃった。もうお客さんも来てるのか。おいらたちが交流会の幹事をやることになるとは、でやんす。正直面倒でやんす。まあまあ、来てくれた人たちのためにも頑張ろうよ。おい、紙コップとジュースはどこだ、足りなくなりそうだ。確か今出してる分で全部出ます。予備がないってこと、大変だ、補充しておかなきゃ。予想を超える参加人数だからな、とにかく買いに行くしかあるまい。そうだな、急ぎだし近くのコンビニでいいだろう、ちょっとくらい値段が高くて。待て待て、それは部費で買うものだろう、予算オーバー許さんぞ。緊急事態でやんすから、ちょっとくらい仕方ないでやんす。無駄遣いをして後で買いたいものができた時に困るのは野球部全員なんだぞ。それはそうだけど、今こそ野球で鍛えた足を生かす時だ。少し遠いが激安店まで走るんだ。浮いた金で菓子や紙皿も多めに買っておこう。行くぞ、急ぐぞ。
ありがとう、楽しかったよ。あー疲れたでやんす。なんとかなるもんだな。参加者の人たちも満足して帰ったみたいだ。やれやれ、俺たち裏方の騒動もバレずに済んだ。全体的に成功と言っていいだろう。ジュースと紙コップ以外のものも補充して正解だったでやんす。特に紙皿は危うく足りなくなるところだったでやんす。ワンの提案のおかげだな。日頃から激安店をチェックしていたのがこんな形で役に立つわな。そして今回の節約で予算が少し余ったはずだ。その使い道も厳密に計算しておかなければ。そこまでしっかり考えるのか、さすがだな。オッケー、ワンちゃん、こんな感じで評価上がると買い物が上手になるんで、ちょっと早めに評価上げたい。あれ、ボーリスじゃないか。なんでハンバーガーショップいるんだろう。うん、いい味だ。この間はケチャンケチャンに言ってたのに自分も食べてるじゃないでやんすか。確かに、おいら抗議してくるでやんす。あ、矢部くん待って。バーリスくん、なんでハンバーガーを食べてるでやんす。おかしくないでやんすか。わめく、何をわめいている。俺が食べているのはエンペラーバーガーだ。お前たちの食べていたノーマルバーガーと一緒にされては困る。エンペラーバーガーだって、全ての食材にこだわったこのお店の最高級メニューじゃないか。おいら一回も食べたことないでやんす。ふん、両方ともハンバーガーには変わらないでやんす。いや、同じだが違う。お前たちにわかるか。値段が違う。ノーマルバーガーの 100倍高っ。1万円超えるんじゃね。違いはそれくらいでやんす。100倍ってそれはさすがに盛りすぎだよ。違うな。惜しいが外れだ。違うのは栄養の質だ。この店では値段が高ければ高いほど食材のランクが上がる。バーリスが食べてるのを見てよ、ヤブくん。挟まってるのはステーキだ。パティじゃない。ガンダーロボ大図鑑並みに分厚いでやんす。ヤブくん、よだれよだれ。分かったか。安さで選ぶな。高くても栄養のあるものを食べろ。おいらお腹空いてきたでやんす。うん、羨ましさも最高ランクだな。つらい、トゥライ。ちょっと待って、これ練習きついな、体力ないな。お出かけにしてカリーナで一回体力回復と、この間のごめんねっていうのを言いたいので、あー、映画館、動物園、海は今体力食いそうだな。動物園にしとこう。はい、動物園で、まあ僕はね、米津玄師さん好きなんでフラミンゴで行きましょう。オッケー、体力回復。これ誰だ、ラミーか。あー、ラミーですね。ボール当たったけど大丈夫。これぐらいなんてことないです。ラミー、怪我はないのか。闇の力を宿した包帯がラミーを守ってくれてるです。ちょっとや外ではやられないです。便利だな。そんなことよりラミーもやってみたいです。投げるのでも打つのでもいいからやらせるです。まあいいけど、それじゃあもう投げてみーや。わかったです。これかわいいな。好きだな。行くです。それじゃあ行くです。え、ボールが消えた。包帯とボールが重なって見えにくかったのか。なんだかわからないけど勝ったです。ラミー才能あるです。そうだな、ある意味才能かも。まあずるかもしれないけど、まあ、そこは言わないでおいてあげましょう。全然わかんない。ゆうきくん、試験勉強。あー、難しくて困っててさ。そうなんだ。そうなんだ、私も大変なんだよ。ねえ、二人で一緒に勉強しよう。わからないところは教え合ってさ。いいね、そうしよう。じゃあ早速なんだけど、ここの教科書の内容教えてくんない。いいよ。いいね、仲いいね。疲れてきたな、なんか集中力がちょっとペース落ちてきたね。これじゃまずいよ。よし、ここで切り返しよう。別の教科をやってみるか、思い切って場所を変えてもいいかも。あ、それなら教科を変えてみよう。じゃあさっきまでは国文学をやってたから、次は歴史にしよう。文系なのかな。ゆきくん、また集中力が落ちてきたよ。次の科目、よし、今度は心理学だ。次、ゆきくん、次、じゃあ次は教育学。ガチガチ文系だな、こいつら。疲れたね。今日はこの辺にしとこうか。たくさんの教科を一気にこなしたから、一つ一つは短くても充実してたね。それにすぐに気分が変わるから、長時間続けられたし。やっぱり切り替えが大事だな。これからはこのやり方でいこう。お、ナイスですね。いいですね。応援レベル上がった、助かる。そしたら練習したいな。あー、ワンいる。メンタルいっとくか。メンタルそこまで上げてもあれなんですけど、ワンの評価を上げておきたいんで。ゆきくん、今日の紅白戦は大活躍だったわね。ああ、我ながらいいタイミングでヒットが打てたよ。それも良かったけど、私が着目していたのは違う場面よ。ほら、ピッチャーゴロをしっかり補給していたでしょ。流れがスムーズで良かったわ。そっちか、もっと派手なプレーに目が行くもんだと思ってたよ。私にとってはキャッチの方が重要なの。新体操にも応用できるかもしれないから。そういえばリボンやボールを投げて取るよね。しっかり参考にしようとしてて、カリーナは偉いな。そうだ、俺も新体操見てみようかな。なんか野球の参考になるかもしれないし。あら、あら、いい心がけね。まあ女の子可愛いしね。ちょうど明日見に行こうと思ってる試合があるんだけど、あなたも来る？もちろん行くよ。もう完全デートやん。試合ってうちの大学で行われていたんだね。来やすくて助かったよ。優勝したイボルネ選手もうちの学生なんだね。そうよ。そうよ。彼女は私の同期でライバルでもあるわ。そのカリーナは出てなかったけど、私は彼女に予選で負けたの。前線全勝が理想ではあるけど、そうもいかないのが現実よね。まあ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 。
今日はあなたが一緒に試合を見に来てくれて助かったわ。観戦する側にいるなんて落ち着かないもの。俺も見に来てよかった。競技は違っても同じ学生の試合を見るのはすごく刺激になったよ。それならよかったわ。私も日頃野球部の応援に行くことで刺激を受けているの。自分が今以上に成長するために必要なものを見つけないとね。いつまでもこのままでいるなんてまっぴら。めっちゃわかる。これはそうだよね。 YouTube やってても実際生きててもこれは本当そうだと思います。現状で満足しちゃダメ。その気持ちわかるよ。俺も今のままの自分でいるつもりはない。成長するために必要なもの俺も見つけたい。素晴らしい向上心ね。あなたならそう言うと思ったわ。お互い努力していきましょう。立ち止まらず成長するためにね。そう、ぼーっとしてると止まっちゃうからね。マジわかる。これはオッケーオッケーオッケー。そんでほんで、うわー、なんかメンタルによるんだよなこいつら。ちげーんだよちげーんだよ。バーリスいるからコントロール行くべきか。でもアンドレ行きたいけどちょっとメンタルだな。ちょっと一旦カリーナあげちゃおう。カリーナ、また見に来てくれたんだね。ええ、あなたの様子が気になって。今以上に成長するために必要なものは見つけられたかしら。いや、それがなかなか。そう、私もよ。うまくいかないものね。カリーナもなんだ。お互い諦めずに頑張ろうね。ゆき先輩、またカリーナさんとおしゃべりしてんすか。いいだろ、休憩時間なんだから。さっきまたってなんだよ。だっていつも見に来てるじゃないですか。学内でも有名だし、先輩はすごい人と付き合ってる。そう、付き合ってそうなんすよ。ね、付き合ってるって。お任さないでくださいよ。彼女がグラウンドまで応援に来るなんて羨ましい限りっす。それで邪魔者は退散しますね。練習サボんないでくださいよ。あ、おい、ごめんカリーナ。あいつなんかちょっと勘違いしてるみたいだ。いいのよ、私の行動のせいでもあるし。でも変な噂が立ったら困るだろ。カリーナ、そうね、よくはないわ。よくはないわ。でも、でもここに来るのを減らすのは。フルボイス来た。もしかしてカリーナ、俺に会えなくなるのを寂しがってる。脈ありなら今気持ちを伝えた方がいいかもしれない。男なら告白よ。俺はカリーナさえ良ければこれからも練習を見に来てほしい。私だってそうしたいけど。このパープロフルボイスの時はいいイベントです。俺を、野球部じゃなくて俺を見に来て見てほしいんだ。それって付き合ってください。カリーナ・スリムスカヤさん。情熱的ね。ダメかな。いいえ、とても嬉しいわ。これからは彼女としてここに来れるもの。来たぜ。オッケーオッケー。カリーナ彼女になった。かなりこれ彼女は順調だな。そしたらアンドレ、うわ、実力調査来た。回収された。ちょっと待って、ちょっと待って。せいやせい、一社かよ。もうちょいスコア15点以上。いや、もうちょい、今回ちょっと彼女できたんだしさ、スポンサー誘致してくれよ。やべえな、やべえな、スポンサー一社か。美味しくねえな。頑張ろう。あー、外れた外れた。いや、うわー、やばい。ちょっとね、15点でしょ。15点って結構条件きぶしいよ。きぶすいよ。大丈夫か、いけるか。スーザン、ミートでかいし、こいつ。よし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 。基本四隅に投げながら球種を変えていって、球速もか、うわ、入んなかった。球速も変えたいからチェンジアップも挟みつつの、オッケー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 。あと5球結構あんな、まだちょっと、まあ、ドワイ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 、チェンジアップ打つなよ。よし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 、いいよいいよいいよ。全ストオッケーオッケーオッケー。あと2球、あと2球、いける。勝てる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 、人生勝つる。キャットボール。ここからのチェンジアップを最後、外角外、外角外、一緒や意味。オッケーオッケーオッケー、よかったー。怖かったー。でも一社なんだよなー、スポンサー。しょっぺースポンサー。バイトするかな、そうしたら。やった、いい結果を出せたぞ。なかなかやるな。お前にも性アスリートからの提供少ねえよ、もっとくれよ。まあ、で、怪我率ダウンは助かるけど、少なくない本当に監督。ちょっと頑張って、ユーチ。うわ、メンタルにめっちゃ固まるんだけど、なんでこんな固まるの。逆にメンタルに固まらないでほしいんだけど。体力マックスになったよ。いいよ。あ、でも値切り上手スキル身についたからこれは助かる。今日は遅くなっちゃったな。ここを通れば近道になるかな。あら、ゆきくん、偶然ね。カリーナ、こんな時間にここで何してるの。見て、空を見上げてみて。あ、大きな満月、あれを眺めてたのか。秋の月って綺麗だもんね。こんな日は一句読みたくなってしまうわね。あなたロシア人でしょ。いや、おしゃんだな、すげえな。一句ってカリーナ、俳句が趣味なの。いいえ、この前本で知ったばかりよ。興味あるけどまだ自分で読んだことはないわ。そうなんだ、それなら俺が読んでみるよ。俺が読んでみるよ。まあ、ゆきくんが
本場の日本人が目の前で読んでくれるなんて、なんだかワクワク、やべえ、ハードル上がっとる。これは期待に応えないと。今夜は月が綺麗だから、お月様。丁寧でいい言い方ね。ちゃんと5文字だし、いい感じだ。一気に読み切るぞ。白き花見て、なんだかとてもいそうはダメだろ。白き花見て、立ち止まる。お月様が花を見て立ち止まるということ？なんだか素敵ね。カリーナが動かずに月を見てる間、月の方もカリーナを見ていただろうからね。おい、かっこいいこと言うね。まあ、それじゃあ白い花って私？あなた、とてもロマンチックなことを言うのね。ドキッとしたわ。あは。お前やるな、お前。やりよるな、お前、言い方が。とうとうリーグ戦開幕だ。今年は今までとは違う俺たちを見せるぞ。そうだね。練習の時からみんなやる気が違ったからね。前よりずっと力がついてるはずだよ。今の俺たちならば前よりもずっと好成績を残せるはずだ。問題ない。そうだな。俺たちが実力を発揮できれば必ず勝てる。普段通り。お前たちちょっと聞いてくれ。試合前にお前たちにこれを配っておく。新しいバットとグラブ、それにユニフォーム。このチームのスポンサーが今回の大会のために用意してくださったロゴ付きの道具一式だ。この大会ではこの道具を使ってプレイする。それは困るな。普段使い慣れた道具の方がいいのだが、俺も同感だよ。新しいグラブってまだ硬くて手になじまないんだよな。いつもの道具じゃダメですか、監督。スポンサーが、ね、今日はスポンサーの方も視察に来ているな。ぜひこの道具で社名をアピールしてほしいと要望があったのだ。多少道具に違いがあってもお前たちなら良いプレイを見せてくれると信じている。頼んだぞ。監督の言う通りだ。道具の違いなど気にせず自分たちのプレイを貫き通せばいい。いやアニメなら新しい道具が出てきたらパワーアップするのが定番だけどね。僕らはそんなに急に変わるわけじゃない。これまで通り自分のプレイをすればいいさ。お前たちはマイペースだな。でもそういうとこが頼もしいよ。いけんのか？お、やったぞ。まずは一勝だ。慣れない道具を使わされたから不安だったでやんすが、勝ててよかったでやんす。ちょっと使いにくかったよね。でもこうして勝てたってことは確実に実力がついてるってことだよ。それにみんな前よりも勝利への気持ちが強かったような気がするでやんす。きっと監督のおかげだよ。競争が激しくなったことで俺たちの身も心も強くなってるんだ。実力主義の方針が成果につながったんだ。今の俺たちならもっと勝てるはず。この調子でリーグ戦を勝ち抜くぞ。オッケー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 。で、ばらけろよお前ら。本当に。あ、ラミーだけ。オッケー、じゃあいける。アンドレー、位置が悪いアンドレー。ちょっと待って、アンドレーの評価上げたいんだけど、今何ボーダー確認しようと思って毎回忘れてんな。体力回復スキル、これはありがたいけど、あー、なんだか鼻がズルズルすんな。なんだ、風邪でも引いたのか。自己管理がなってないな。帰ったら中華街を食え。風邪によく効くぞ。いや、風邪といえばチキンスープだ。こっちの方がいい。いやいや、聞き捨てならないな。中華街の効能を理解してないのか。そっちこそチキンスープの素晴らしさを理解してないようだ。風邪を引いた時に飲んでみるといい。ごめんな、お前ら。飲むわけがない。俺は中華街を食べるからな。誇張なやつだ。こんなやつの言うことは無視してチキンスープを飲め、勇気。勝手に話を進めんな。勇気は中華街を食べるのモテるな。おいおい、喧嘩が始まっちゃったぞ。じゃあ、チキンスープで。二人とも喧嘩をやめてくれ。どっちを食べるかは俺が決めることだろ。俺、チキンスープを飲むことにするよ。ああ、それがいいぞ。今回するなよ。どうだ？ゆうき、元気そうだな。チキンスープはよく聞いたか？ああ、おかげさまでな。教えてくれてありがとう、バリス。何よりだ。回復して何よりだ。今日はいつも以上に張り切って練習しないとな。ああ、しっかりメニューをこなすよ。おい、普通にこなすだけじゃダメだろ。そこは2倍、3倍やると言ってくれ。いいか？中華がゆにしなかったせいで勇気が弱くなったなと、ワンに言われてはたまらんから。頼んだぞ。絶対に風邪を引く前より実力を上げてくれ。こんな無茶苦茶だ。いや、人を挟んで喧嘩をするな、お前たち。で、ちょっと待って。あ、バーリス、じゃあアンドレの評価、87。100超えたら試合出れるようになるから、ここ上げておこう。アンドレコビコビプレイをして、アンドレコビコビプレイをして、この最終戦で勝てば全国大会出場だ。今日は大一番だぞ。今日もスポンサーが観戦に来てるのか？あ、そうみたいだけど、どうかしたのか？このロゴ付きのバットとグラブは使わなくてはならんのか？ワン、まだその道具に馴染めてないのか？バットが少し重くてスイングが微妙に狂う。それにグラブの形状も違うから、捕球から送球の一連の動きがずれるのだ。まあ、スポンサーの指定だからしょうがないよ。とはいえ、俺も不安だな。やはり気になる。もう少し使い込んでおこう。大事な試合だもんな。神経質になるのはわかるよ。ピリピリしてるときは余計に細かいことが気になるものでやんす。そういう矢部くんもかなりピリピリしてない？大丈夫？大丈夫やす。かわいい。緊張なんてしてないでやんす。めちゃくちゃ緊張してるね。にしてもそこまで硬くなることないだろ。
今までの大会じゃ微妙な順位で敗退してばかりだったでやんすよ。全大会がかかった緊張感のある一戦なんて、おいら初体験でやんす。それ緊張もするでやんすよ。まあその気持ちはわからないでもないよ。他のみんなは大丈夫かな？ちょっと様子見てくるか。バリス、ここにいたのか。今日は先発だな。頑張ってくれよ。緊張してんな。どうしたんだバリス、やっぱりお前も緊張してるのか。大丈夫だ。そうか、分かった。新監督が来た時もお前は落ち着いてたし、今日もきっと大丈夫だよな。全国に行けるかどうかはお前にかかってるからな。頼んだぞ。プレッシャー与えんなお前。8回裏2アウト2、3塁か。1点リードだけど、相手は強打の4番。ここで打たれたら逆転されちゃうぞ。バリス、ここは歩かせて満塁策を取ってもいいんじゃないか。くだらん。心配するな、俺がきっちり終わらせてやる。お前は戻れ。ああ分かった。本当に大丈夫かな。ふう、大丈夫だ。あの時とは違う。いや緊張してるやん。甘いところに。まずいぞ。なんてこった、これで逆転か。ああ負けちゃったか。終盤まではなんとか均衡を保ってたのにな。あのタイムリーを打たれたのは俺の失投だ。すまない、過ぎたことはしょうがないさ。そう気に病むなよ。とはいうものの、今日のバーリスはずっと調子が良くなさそうだったな。そういえばバーリス君、あの場面ではガチガチだったでやんすね。意外と緊迫感ある場面は苦手でやんすか。そんなことはない。俺は別に隠すことないんじゃない。矢部の言う通りなんだろバーリス。重油は後ろから見ていたら俺でも察しがついた。タイムリーを打たれたあの場面は腕の振りも小さくなっていたぞ。僕はキャッチャーだしね。僕は君の、いつも君の投球を受けてるんだ。君のあんなに弱々しい球は初めて見たよ。そうか、お見通しなら仕方ないな。お前たちの想像通りだ。俺は極度の上がり症だな。大一番では全く力が出せないんだ。そうだったのか。なら監督に言って先発を変えてもらうなり、交代を申し出るなりすれば。いや、ダメだ。そんな無責任なことができるか。信じて任された以上仕事を果たす。役割を果たせなかったのは俺の責任だ。バリス、思い詰めすぎてる気がするな。尾を引かなきゃいいけど。いや大変だな。真面目な人ほどこういうの大変よね。僕、ゆうきさんはね、ちょっと 楽なんですよね、こういうの。真面目じゃないから。どうすっかな。バイト、高級はない。猫カフェある、行きて。でも、効率悪いから。それ考えると、一回デート踏んどくか。じゃあ、俺の可愛いロシア人彼女とデートに行きます。お腹空いてたから、並ばずに店に入れてよかったな。俺はハンバーグセットにするよ。カリーナ はサラダとミネラルウォーターにするわ。え、それだけ。仕方ないわ。身体操選手としての体を維持するために、摂取する栄養は厳密に決めてあるの。予定外の食事はこうして調整するのよ。大変なんだな。いやー、でもさ、こういう時って逆になんだか悪いな、なんだか悪いなぐらい。だってさ、ここで俺もやるよって言ったら、ゆうきくんに私気を使わせちゃったかしら、申し訳ないわっていう風な展開になりそうなんで、なんだか悪い。いやでもこ、なんだか悪いな。カリーナが水とサラダだけにしてるのに、目の前で俺だけ食べるのはなんだか悪いな。気にしなくていいわ。あなたが食べてるのを見ているだけで十分だから。本当に？見てるだけで満足なんてできるのか？意外とね。ええ、意外とね。わかった。じゃあ、もりもり食べるよ。食べすぎた。すごいわ。吸い込むように食べてたわね。あんなの初めて見たわ。はは、それでカリーナ、満足はできた。ええ、お腹いっぱいになっちゃった。次もお願いしていいから、マジで。俺が太っちゃうよ。まあでも体力回復したから、まあ、結果オーライ。また食うの？ハンバーガーでも食べて帰ろうかな。いらっしゃいませ。ご注文はいかがいたしましょうか。いつものノーマルバーガー、ちょっとリッチなスーパーバーガー、味もお値段も最高なエンパラバーガーか。この間バーリスに栄養のあるものを食べろって言われたけど、良い食材のものほど値段が高いんだよな。どうしよう。ここはね、バーリス、お前の言葉守るぜ。エンパラバーガー高いけどバーリスの言う通りにしてみよう。エンペラーバーガーお願いします。ご注文ありがとうございます。この商品の栄養について分かるものってありますか。公式サイトに載っておりますので、スマホなどからご確認ください。ほう、今度はまともなものを食べてるようだな。大奮発したけど栄養もバッチリで大満足だよ。今まで知らなかったけど、エンペラーバーガーって超高タンパク超低脂質なんだな。そうだ。それを実現するために最高級黒毛和牛の赤身を使ってるんだ。お前も少し意識が変わったようだな。バーリスのおかげだよ。ありがとう。今度からもっと気を使うよ。美味しかった。満腹満腹。食べ終わったなら今から筋トレだ。え、今から？食べただけでは意味がない。栄養を体に取り込まなければな。さあやるぞ。おい、おい、ゆうき、遅れてるぞ。しっかり走れ。食後にハードすぎるよ。あんなに美味しかったハンバーガーの味もすっかり忘れちゃったよ。あ、体力割と回復したな。ありがてえ。オッケーオッケーオッケー。
ゆきくんこっちに来るでやんすよ。っていうかね、5000円持ってかれた。高っ。わ、すごい数のおにぎりだ。これ全部差し入れ、スポンサーからいただいたでやんすよ。おいらもりもり食べるでやんす。あれ、ワンが全然手をつけてないな。ワン、どうしたんだ、食べないのか。中国では冷えた飯を食べる習慣がなくてな、どうにも抵抗があるんだ。そうなんだ、そうだったのか。だったら、そうしたら別のもの買ってやんよ。俺コンビニ行ってくるよ。おい、悪いな。正直腹が減って仕方がなかった。そりゃそうだろ、目の前でうまそうに食べられたから。それでは早速いただこう。お前も差し入れを食べるといい。あ、そうするよ。って俺の分がなくなってる。もうユキ君は帰ったと思ってオイラが食べちゃったでやんすよ。ちょっと買い物に行っただけなんだけど。俺が食べなかった分があるはずだろ、それをユキにあげてくれ。それも食べちゃったでやんすよ。お前食いすぎだよ、二人分買ってくればよかった。しくった。オッケー、じゃあ今回はここまでにしておきましょう。ご視聴ありがとうございました。まあ、彼女ができたのでここはスムーズにいけましたね。また次回頑張っていきたいと思います。じゃあここまでご視聴ありがとうございました。よかったらチャンネル登録、高評価、コメント等よろしくお願いします。じゃあね。